の旬です。 YouTube では映像クリエイターに向けた撮影や編集のチュートリアルなどをシェアしてます。他には僕の撮影の裏側や旅のブログも開けてるので見てね。今日は主に Mac ユーザーに向けた話なんだけど、Final Cut Pro で、映像編集をするときにとっても便利なトランジションや、かっこいいタイトル、グラフィックを備えた、Final Cut の追加のプラグインの、FCPX Titles Graphics and Transitions っていうのを、紹介します。どういうことができるかっていうとちょっとこの辺に流しておくけど、気になった人は概要欄にリンク載せとくので見てね。僕は実際使ってみて結構おすすめできるなと思ったプラグインなので、紹介してるけど、一応、アフィリエイトのリンクなので、それ先に言っときます。でこの FCPX タイトルグラフィック&トランジションなんだけど、文字通りそのタイトルとかグラフィックとか、トランジションを、Final Cut で使いやすくできるために、入った、プリセットみたいなプラグインなんだけど、$59ドルでタイトルが700種類、モーショングラフィックは1050個、トランジションも300種類っていう結構豊富すぎるぐらいのセレクションがあるので、他の人とかぶるってこともないし、色とかフォントとかその自分の映像のスタイルに合わせて、変えることも簡単なので結構便利です。もちろんそのファイナルカットのデフォルトのタイトルとかでもいいんだけど、結構なんかダサい感じのもあって、いろいろいじってから使うっていう人も結構多いと思うんだけど、このプリセットは結構おしゃれな感じで、クールなグラフィックとかそういうタイトルとかトランジションそのままポイッとドラッグ&ドロップしてやるだけでも結構かっこいい感じになるし、その編集の時間を短くしてかっこいいスタイルのものが作れるのでいいかなと思います。喋ってばっかりじゃあれなので、ちょっと実際に使ってみましょう。ダウンロードの方法とか、プラグインを使うための手順をゆっくり見たいっていう人は、僕ブログも書いたのでそれも下に載せときます。じゃあまずタイトルを使ってみようか。タイトルの使い方です。ファイナルカット開いて、この左上のこの T のタイトルのところを開いてあげて、FCP Graphics Collection というのがあるので、ここにグラフィックとかが載っています。いろんなこういう背景とかもあるし、すごくいっぱいあるね。こういう SNS の登録してねとかいうボタンとか、これ結構最近だと使いたい人もいるんじゃないかなと思うので、これ結構便利だと思います。これ Twitter とかインスタのフォローとかいいねの数とか、こういう、Facebook の登録しフォローしてねとかいうボタン、結構ねこういうプリセットがあると楽に使えるのでいいかなと思います。そういうのとか、こういうグラフとかもあるから結構いいかなと思います。じゃあちょっと試しに一つ作ってみたのがあるので、これグラフのやつなんだけど、ここから、プリセットの、グラフィックスコレクションからこうドラッグ&ドロップしてタイムラインに持っていってあげて、そしてこの、左上のこの
ウィンドの中のこの T を押してあげると、細かい設定ができるので、例えばここの、文字を変えようと思ったらこういうふうに変えたりもできるし、こういうののフォントを変えることもできるし、もちろんカラーも変えることができます。でこれ結構便利だなと思います。はい、こんな感じね。そしてじゃあそうし SNS のフォローとかも、例えばこういうインスタフォローしてねのボタンを入れたいなと思ったら、このままダウンロードドラッグ&ドロップタイムラインにドロップしてあげて、こんな感じに出るので、そのタイトルを、タイトルというかグラフィックを選択したまんま、この T のところでいろいろ細かい設定ができます。例えば、インスタじゃなくて Facebook の、フォローしてねだったらこういうのになったり、TikTok だったらこういうのとか、 Twitter にも変えられます。すごい便利だよね。で、ここにつまめるところがあるので、これで、画面のどこに移動しようかなっていうふうにもできるし、この円の外側のこのつまみで大きさも自由に変えられます。もちろんここのパラメータのところで数字を直接いじって動かしてあげることもできます。すごく便利でいいかなと思うので、今他にもいろいろここの辺触ってみたら、いろんなところが細かく変えられることができるので、例えばここに、僕の俊介手島フォローしてねっていうので、フォントも変えてみようか、フォントも変えて、そしてこの文字を配置するところも若干こういうふうに変えてあげたりすることができるので、カスタムが結構簡単です。はい、次にアイコン見てみようか。アイコンもいろんな種類があって、これ結構すごいよね。こういうちょっとクリエイティブとか、クリプトカレンシー、貨幣とかね、デバイスとか、まあいろいろカテゴリーで分けてあげる、あるので、いろいろちょっと見てあげてください。自分の好きなのを見て、選んでみてください。まあ、例えば僕とかだったらこのカメラのアイコンをちょっと映像の途中に挟みたいなと思ったら、普通にここからドラッグ&ドロップして、こういうふうに、入れてあげます。もちろんさっきと一緒でこういうふうに画面の中でどこに置こうかなっていうのを決めることができます。そして大きさも変えることができます。そして、色を変えたりしたいなっていう時は、この背景をグレーディエント、今白だったけどこうグレーディエントにして、例えばこういうふうに青っぽい色でとか、まあいろいろ変えたりすることもできるし、この輪っかの外部分も色を変えたり
することで全然最初と雰囲気が変わったと思います。こういういろんなアイコンがあります。結構ね使えると思う。はい、こんなにたくさんあります。ちょっとビデオの中ではこんなには紹介できないけど、いろいろあります。はい、じゃあ次はタイトルを見てみます。タイトルもすごくたくさん種類があるので、こういうのとかね、これはミニマムなイメージのタイトル、こういうのがあって、キネティックタイトルスとかね、ちょっとクールな感じね、こういうのがあったり、ちょっと雰囲気が違う、これビジネスとかにこう使えそうな、12ヶ月サブスクで399ドルみたいなね、これちょっとビジネスの映像に使いやすいのとかもあります、これちょっと赤い目立つようなものとか、まあ、このカスタムでこういうふうに中に画像入れて使えるものもあります。なので結構こういう映像の中にこういうグラフィック、まあ、タイトルを簡単に入れることができるのですごい便利です。こういうのとかね、結構こういうの使えるんじゃないかな。例えば、こういうの入れてあげて、はい、まあ、ここは299ドルってなってるけど、例えば別にこういうふうに人物にがここにいるとして、この人は旬ですとか、こういうこともできるし、もちろんこれのフォントも変えることができるし、色も変えることができて、すごく簡単にちょっといい感じのグラフィックがタイトルがつけられるのでいいかなと思います。そして最後にもう一個あるのがトランジションがあるんだけど、トランジションっていうのはその映像のカットとカットの間をどういうふうに変化させるかっていうものなんだけど、トランジションはこの右のここにあって、その中にプラグイン入れると FCP Transitions Collection っていうのがあるので、こういういろんなトランジションのプリセットがたくさん、こんな感じとかねあって、すごい面白いです。例えばこれを映像と映像の間に挟み込んであげて再生すると、こういった感じでトランジションをつけてくれます。他にもこういうちょっとグリッチって言って、ちょっとギザギザ、そのアナログとかフィルムっぽいビリビリってしたトランジションもあるし、グリッドで映像と映像を切り替えることもできるし、こういうインクがにじみ出るような
トランジションの仕方もできます。こういうふうにね。他にもいっぱいあるので、正直全部使い切れないけど自分の好きなスタイルが見つかるかなと思います。とかこの辺だと、まあ、こういうちょっとなんていうのトレンディー、トランジションみたいな、ちょっと今重くてごめんね、今マック買い替えたんだけどまだ来てないので今すごい重くなっててごめんけど、こういうふうなちょっとトレンディーな感じの Vlog でみんなが使いたそうなトランジションとかもあります。はい、こんな感じで、ちょっと紹介したけど結構いろんなたくさんの種類のタイトルとかグラフィック、トランジションのプリセットが入ってるので、ファイナルカットを使ってる人でちょっと編集がもうちょっとなんか面白い感じにしたいなとか、こういう簡単なプリセットがあればよかったのにって思った人は、チェックしてみてください。以上、旬の、ファイナルカットプロ X 用の転用の、追加プラグイン、FCPX Titles Graphics and Transitions の紹介でした。じゃあね。